もう参照していきたいなって思ってたのが昨日一昨日と敗れているので、もう今日何としてでも取り返したいんですよ。この連敗を阻止したい。私ね、ダメな時続くんですよね。スランプがあるんですよ。水分と塩分、うん、水分補給じゃなくて水分で切れそうですね。水分か塩分か、まあ、なんて強気なクイズ作るんでしょうか。こうなんかいっぱいいっぱい文章があって、その中から3つも4つも選ばせるんじゃなくて、どうぞわかるもんなら選んでみてくださいの、もう強気の、これは外すの悔しいので絶対取っていきたいんですけれども、こんなに絞ってそれで外すのすごい悔しいじゃないですか。これは何としてでも余裕で超えていかなければ。補給もあるんですか？補給のパターン見たことある？どっちかな？水分かな？コメントでは、水分という方が、補給よりも水分か塩分の方が多いかなという印象なんですけれども、共通する補給？塩分補給、水分補給。でもそうですね、水分だ、補給の人が増えてきた、もしかして。こまめって、こまめな水分補給、補給なんて入る？水分にしようかな。この流れで補給にしないのっていう、だって見たことないでしょみんな、補給って。分補給そんなとこで切れないでしょさすがに。水分じゃない、さすがに。補給だって見たことないでしょ。補給が入るんだったら毎年夏いっぱい入るんじゃないかなと思うので、覚えてないっていうことは補給じゃない気がするんですよ。なので水分にしたいと思います。答えは第8位水分です。答えこちらでした。じゃん。あー嘘でしょ。悔しい。私はどうしてみんなの言葉を聞かなかったんだ。共通数だってそういうクイズじゃないじゃないですか、いつも。なんでこっちのが多いのにみたいな。嘘、もう3連敗だよ。悔しい。もう絶対次から取り返します。もうもう最近スランプです。今日のランキング見ていきました。この後番組は30分から再開です。